最先端の IT 技術を駆使しましたスマートなスーパーがあさって福岡にオープンするということなんですが、実は夜間が無人化するそうなんです。一体どういうことなんでしょうか。あさってオープンのこちらのスーパー、おなじみのトライアルなんですが、実は日本初が3つもあるという画期的なスーパーなんです。大手スーパーチェーントライアルの新業態が今日プレオープンしました。注目の日本初、一つ目は夜間の無人化です。夜間はこのプリペイドカードをこちらにタッチすると顧客データを読み取って入店することができるというんです。鍵はこちらのプリペイドカード。夜間の入店やセルフレジでの会計にも使います。そして便利なのがこちらのレジカートです。最初にここスキャナーに、はい、カードバーコードを読ませてください。わかりました。この透明の部分ですね、はい、あとは買い物しながらスキャンして処分。チャージはキャッシュカードから現金を下ろさずに直接入金できる仕組み。これが2つ目の日本初です。じゃあ例えばこの豆腐、はい、簡単、はい、豆腐 1.19 円というのがもう入りました、はい、そうですね、はいはい、あとこちらに他の、おすすめ商品とかも表示されます。本当ですね、はい、そしたらちょっとこれやめて、はい、こっちのクーポンが使える豆腐にしようかなとか、そういうこともできると。そういうことです。最後の日本初は新たな AI システムです。ショーケースに設置されたカメラが在庫状況だけでなくお客さんの性別や年代を認識し、手に取ったものの買われなかった商品のデータを集めたりするんです。よく見たら、はい、あれなんですね、値札がこれ紙じゃないですよね。あ、そうですね、はい、これは電子タブだというやつで、はいはい、システムで表示をこう切り替えることができるものですね。賞味期限間近の商品が多くなってきたら、じゃあもうちょっと下げて売れるようにしようかとか、そういった自動的な価格の変更というのができるようになります。店内200のカメラが一つ一つの商品の動向を管理することで、地域の客層やニーズに合わせた商品展開が可能になるといいます。小売業っていうのは大勢の人に働いていただかないと営業ができない状態でして、はい、ですので少ない作業の人数でお店運営できて、かつ商品も安く提供できる、そういったことが我々の目指しているところもあります。いっぱい買ったら分からなくなっちゃうと、それはすごくいいです。自分の金額が、ね、コントロールできるんですよね。待ってる時間が 長いでしょ、レジね。それなんか短縮されていいかもしれません。本当機械を覚えたらもうスムーズにいけると思いますよしかもですね、さらにスマホと連動させればカードすら持ち歩かなくていいような状況になる、ということなんです。そんなことあるんですか。はい、ただですね、お店の方も今回の店舗に関してはやっぱり実験的な要素もあるとおっしゃっていて、どれだけのコストがこれからかかっていくかも含めて、ね、店舗展開とかも見極めていきたいというふうにおっしゃっていましたね。たらたら好奇心で行ってみたいですね。ちょっとゲーム感覚もありますね。やってみたいなっていう、ね、でも顔認証で40代とか言われたらちょっとショックです。へこみますね、それ。29なんだけどなみたいな。すごい面白い、すごいな、画期的です。